フリーフォーオールだよ。うわぁ。ビッグボーイと。えなりでーす。リゾンっていう、まあ、このね、クリスマスなサブマシを使ってくるよ、フリーフォーで。リゾン。このね、まあ、確か初期段階ぐらいで持ってるサブマシだったと思うけど、こいつが、おっと、また地雷が、うん。いるね。俺がね、友人からね、うん、お前不思議だなって言われた一言はね、お前は機関銃のことを LMG と呼ぶのに、なぜサブマシンガンのことを SMG じゃなくてサブマシと呼ぶのかと言われたな。サブマシ？俺は機関銃のことは LMG と呼ぶけど、これに関してはサブマシと呼ぶのである。それなんかどっかのラーメン屋さんとか丼屋さんだけど、そんなのあったの？あれ、なんだっけ？別にラーメン屋に関わりはなくね。ネギマシマシ、醤油少しで、少しじゃない。なんとかってあったね。あ、俺にはちょっと次元が違うすぎました。確かに二郎系ラーメン。さっさとコム置いて、やっぱレーダーが大切ね、やっぱりフリフォーは。うん。んん、おー、いた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 、よいしょ。あっ、軍用系を呼んで、あれ敵がすぐそこにいるぜ。よいしょ。ババ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 軽い。ちょっと水鉄砲に近いかも。よいしょ。いいね。マーベリックをいただきだ。ああ、ちくわがついてた。ちく軍用犬よ。さっとくも置いて。早い。ワンワンは早い。おビゾン使ってる敵がいるんじゃないか、もう一人。セイアップ、ね、ヘッドショット。からの、おああ、なんで撃ったし。戻っての、おーりゃユーソン。そっちにも敵が、あー、いたけど厳しい。うん、レーダー大きいの。さあ、レーダーに敵がつったけど、いない。いたけど遠いな、ちょっとこれは。ビゾンの射程範囲が、あー、右から。右かよ。俺はね、COD をやったらもう複数名の敵と会うということはもう、死亡を意味する。死亡を意味すると思うんだよね。はぁ、あ。そうでも、フリーフォールで2対1とか。絶対的カモになるか。馬もになるか。さあ、おーい、ちょっと。もういやー、きついなぁ。俺はもう死んでいる。で、あぁ、いや。これはひどくねえか。これはひどくねえか、今の。目の前で湧いたぞ。え、嘘？マジ？今目の前で湧いたと思うよ、今の。だあ、クソリス。ああ、やっちまったぜ。ああ、ハードラインつい、ういーアザース地雷。ハードラインもつけてるから、ちゃんと、ういーショット。ハードラインいいね、2ポイント。俺の COD のいつものプレイスタイルだよ。サブウェポンは装備しない。パークをたくさん割り合ってる。よいしょ。今犬もいたんだけど、よし。かかってきに、おお、ガーッと届かない。この辺割とあれだよね、結構長くなったけど、あの、目がストローク BO2 って確かナイフ判定なかったもんね、確か吸い込み判定が。ほとんどない。ほとんどあるけど。え、あれあったっけ？一応あるよ。あの、なんか本当にね、なんか BO2 とかって言ったから、ナイファーとかってすげえ厳しそうだけど。めっちゃ厳しいわ。あ、そうか、トマホーク。あー、トマホークもあるけど。トマホークかっこいいよね。ビオツのトマホークなんかあんま音しなくて、ヒュン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 ってヒュンってか、なんかスッってスッってやるから、ほう、よくわからない、あれは難しいナイフは。よくナイフとか使ってさ、うん、スナイパーライフルのサイレントショットとかやってる人いるけど、あんなのできる気がしない。あれ、ね、やり方だけ見てやってみようと思ってやってみたっけど死んだわ。だからもうね、それを練習する気力もないから、もうサブマシとかに逃げる。サットコも大きいの。おっと、ハインドが来てるぞ、敵の。待て、オナゴ。よし。オナゴよ。またんか。キャラクターを自由にカスタマイズできるからね。おーし、わーい。あー、たらやい。ね、今回のハインド、本当にね、ミサイルも降ってくるからね、結構強くなってる気がするんだよね。ハインドね、ミサイルっていうのね、こう、軽く、よーいしょ。一発で、絶対死ぬじゃん、ほとんど。
リロードよ。おーぽほい、はい。おーぽほい。ダメだこりゃ。サットグも置いて。おおー、いえい。一瞬ですぐそこに敵がいる。うーったい、よいしょ。そこに、もう一人。リロード。サットコム。あー、ちょっと遠い、遠い。当たった。当たった。あー。レーダーに映らない。うわぁ。ちょっとあんなところに嫌なものがあるな。ちょっと逃げて。そっか。なんもないんだもんね、投げるもん。ないです。C、モダン3の時の、あの、なんだっけ？あの、なんだっけ？あの、今のなんだっけ？機関銃？機関銃じゃねえ、なんだっけ？ SMG？ いや、違う、あの、設置型のあの、なんだっけ？ショットコム？違う、あの、今動いてたじゃん、あの、なんだっけ？あ、名前、あ、違う、ド忘れした。あ、もういいや。機銃でいいんじゃん。あ、そう、そう、その機銃。モダン3の時はさ、一回ナイフ切ったらぶっ壊れたじゃん。で、BO2 の時さ、なんか、やけに硬かったじゃん。で、ゴーストは、3回ナイフ切ったら壊れるんだよ。だから、やっとなんか、やっと中間を取ったみたいな。そうだね、おお、二人、うわぁ、ダメだ。やっと学んだ。3回か。3回だよ。さて、あと3人。まあ、そんなもんだよ。待て待て、コム、赤い。置いて、入るよ。さあ、あと2人、まあ、いるな、そこに。よいしょ。ああ、まだいる。うわー、でいい。はい、オッケー。うわい、ナイス。だけど、このビゾンね、うん、エイムが定まれば、意外と遠くのところまでも、撃てるってわけですよ。これは感度はね、割と高めね。10以上かな。うん。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。